倉田君と安島さんでサドン中です。何位サドンかは分かんないけど、多分3位ぐらいなのかな。安島さんも倉田君もそこそこ釣ってたから、いや3位じゃないかもしんないけど、3位サドン、あ3位サドンです。さあこれ倉田君頑張って、倉田君表彰であんのかな。なんかさっき話してた時寸止め寸止めって言ってたんで、どうなるか。これ表層巻いてますよ。デカミッツかな。にょろらないところが。表層スプーン対決かな。こんな感じです。こんな感じです。起きちゃおう。すげえ上、倉田くん狙ってます。何投げていくかわかんないですけど。おっとやった、倉田くんやった、バラスだよバラスだよバラスだよ、あ , 笑っちゃいけないけどごめんね、ごめんね倉田くん、頑張って、いや釣れる釣れる、結構ね、なぶってるんで、安島さんが投げてないうちにかけちゃい、倉田くん表彰台だ、いよいよもうやだ、寸止めって言われちゃうぞ、また頑張って、なぶったか、なぶるか、なぶるか、違うな、なんだろうあれ、パニクラ、何あれ、あのテヘペロのナブクラもあれ倉田くんのだな。さあ安島さんの巻きたい、倉田くんのクランク、クラクラ頑張れ、3位だからね、これはちょっとどうでもよくないサドンですマコウの人も動画撮ってますこれ何分動画撮ってるんですか、ね、今さっき45分撮ったんです途中で電池切れましたそれ後で復習してるんですよね、いや、まんまあのブログ書かないで動画アップして終わりです。さあ倉田君頑張って、でも安島さんも頑張って、残留エキスパートの意地を見せるのか、頑張って、あなんか安島さんが当たったっぽい、さあこれいくんじゃないの、これきたー、一発で釣ると思うな俺、あれさっきこの辺ね、この辺ね、あれなんですよ、阿久津さんが結構いいバイト、レンチャンでバイト出してたから、1投目これあんじゃない、ハイバル18かな、さあ来るか、グイッと、ほらほらほら来た、ほら、あんがファック、倉田くん倉田くん頑張って、当たったんだけどね、さあもう一回来る、すぐ来る、これ絶対来る、みんな取れないよ、来るよ、音がグイッと、多分ティップが、ダメか、いやかない、手前に意外といいのいるから、どうなかなか釣れません、いや今んとこ2バイト出してる、倉田くん有利か、テヘペロナブクロ、テヘペログロ、いけ、ニョロ好きとしては応援したい、クレンジちょっと下げた、ロッド下げて下のレンジ、ナブクラ F はちょっとけ、ちょっとというかちょっと潜ります、レンジちょっと上げました、今ロッド上げて縦の変化です、
巻きはちょい早めですね。食います、早めでも。結構早いよね。おっと、ほら食った、ほら食った、ティップ入ったもん今。あっ倉田くん面白いです。倉田くん、倉田くんバラさないで、倉田くん。いや、また食う、また食う、絶対この時間帯どんどん活性上がってるんで、食いますよ。ティップ入りますよ、あのティップ、この辺です、ティップ、グイッと入りますよ、多分見てるとこうでしょう、こうでしょう、入らない、あれ違うか、なかなか釣れない。ああダメか、やっぱ2バイトね、もったいなかった。あっと服効果、違う、色変える、色変える、ピンクに多分変える、ほらね、ほらピンクでしょ、あれもさっき釣れた、あれは自作、あれ何、あ、自桜です、あれは、お尻のシェイプはあれは自桜のはず。さあこれ1投目大事、1投目当たるはず、自桜で、おお、ギリチョンまで投げたよ、ギリチョンまでいった。自桜いいの、自桜今日すげえ当たってましたよ。プロパーから、あれプロパーです多分。ティップが入るの、映れるかな、取れるかな、これ、入れ、グイッとグイッと、ダメか、入んないか、おっと入った、ほら入った、ほら入った、一発、これは決まったっしょと思ったら天を仰ぐ倉田くん、倉田くん天をなんか3回泳いでます、倉田くん頑張って、倉田くん当たり出てんだけどな、いや多分すぐまた食うはず、すぐ食う、ここティップ見えっかな、お、安島さんがガンキャノンじゃなくてバルキャノン出してまいりました。なんかあっちでなんか違うことしてるよ、バルキャノンでしゃくり出しますよ、アジマックスがまだまだコシトラのイベントで売ったばっかりで、間もなく発売だってさっき聞いてました、いつだっけな、1月中にバルキャノンが出るみたいです。お、なんかよそ見しながらしゃくってます、引き下に行ってもらった、あーいいなー、試してみたいですよね、ボトム好きとしては。割とね、立つんですよ、うん、でとりあえずライン絡まないのがいいですよ、ライン絡まないってことはリングにも入んねんじゃねえのかな、おっと決まったっしょこれは、えい、やったー、倉田くんおめでとうおめでとう、寸止めにならずによかったっす、おめでとうございます、なんかありますか、いや、とりあえずよかったおめでとう、ありがとうございます。